はい、どうもミスティです。放置少女やっていきましょう。今回は願い返しですね。さあ、12月も半ばになりましたね。え、1年あっという間ということで、願い返しやっていきましょう。そうなのよ、利子もね、再販が早いと思って。48,570,4136からの38,684と。うん、まあ憲法的にはね、約12万ということになっております。まあね、利子ね、ちょっと取りたいんですけどね。ほんとこの子強い。まあ今最強じゃないでしょうか、多分。まあただね、今回は取りませんし、まあ年末年始がね近いんでね、ちょっと強いキャラクターが出てくるんではなかろうかという感じで思っております。毎年ね、大抵壊れキャラみたいなキャラがね出てくるので、ちょっと楽しみにしております。多分また生放送じゃなんじゃってあるんじゃないでしょうかね。うん、そろそろじゃないでしょうか。クリスマスあたりするんじゃないですか。まあちょっとその辺もね、楽しみにしながら、うん、無課金、微課金税はちょっと待っていてもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで、まあこの辺はね、あまり変わっておりません。うん、やっぱりキャラクターがね揃わないとね、なかなかいいところで回せないっていうのがありますからね。はい、じゃあちょっとメインの方行きましょう。はい、メインの方やってまいりました。さあ、メインの方はいかほどのものか。さあ行きます。60いきなり2倍っていうね。3万元宝の時にこれが欲しい。本当に。いやー、これはどんどん少なくなるパターンのやつ。わ、残念。一緒ぐらいでしたね。38,438と。はい。まあ、ちょっと残念な結果になっちゃいました。うん。で、リスさんね、お強いんですけど、どうしましょうね。リスさん。今、うちがモルドレット、タワラトータ、で、ナタは、UR1000 ですね。で、モガミも UR1000。で、フーマコタロウ、コキビ、ダッキ、で、ホートを、アウグス、チョコメという感じで揃えております。あのね、一応ね、劉備とかもいるんですけど、育てきれない。ここがね、無課金、微課金勢の難しいところであります。で、親父も取ってるんですけど、育ててません。育てるほどのリソースがないっていう。ということでね、放置少女の方も1年経ちますね、もうすぐ。皆さんどうですか？どこまで行きましたかね？あ、ちょっと一回戻りましょうか。はい、ということで戻ってまいりました。さあ、皆さんはどんな感じですか？同じサバの方でね、課金勢たくさんいらっしゃると思うんですが、まあ、今現状回してるのは132で68秒ですね。これ以上行ってしまうと70秒、72秒かかっちゃう感じです。で、ボスは142まで抜いております。で、訓練所はね、24-6。ここを一応5体なんでね、相手が。うん、ここで回してます。
異教軍勢ね、新しく出ましたね、地平線の。これが、前までの、カシウスかな？うん。のやつで、こっちがまた新しいのだよね。ちょっとやっていきましょうか。援護、暴走、党派、撃砕、盲目、流血、燃焼、風波。どうします？何がいります？あ、暴走、援護。これでいきますか。デッキ編成は、お強い相手、もしかして。もしかしなくても、相手、お強いですね。まあ、ちょっと行ってみましょう。あ、全然ダメだ、これ。これ全然ダメなやつ。大安さん頑張って、大安さんがワンターンで削り取ってしまえばなんとかってやつ？うわ、封印つ、きつい。これは無理でしょうよ。ああ、いったいった、なんとかいった。よかった。あ、これ毎回なんだ。毎回か。撃砕？風波。暴走がつけられない。撃砕はつくから、風波の暴走にしましょうか。ね、これでいきましょう。5。こっちのバフ全部剥がれるじゃん。マジかよ。まだいるの？これはつらい。あ、いけたいけたいけた。よかったー。じゃあここで風波暴走で400しかないのか。よし、燃焼で行きましょう。はい。なんかね、この辺もね、テケテケさんが全部動画に出してくださってましたよね。あ、いけるいける。意外といける。じゃあ、あとはもう飛ばしながらね、行きましょう。はい、ということで、ここまでですね。5までしか行けなかった。残念。はいはいはい。さあ、皆さん年末年始何をされますかね。放置少女も今後もね、まだまだ盛り上がっていくと思いますんで、皆さん楽しんでやっていきましょう。はい、今回の報告はこんな感じで終わりたいと思います。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドの方よろしくお願いします。何かあったらね、コメントの方に書いていただければ、返信等させていただきますので、そちらの方もよろしくお願いします。では、また。